ルスイートポテトだった。嬉しい。はよ、はよ、はよ。なんかさ、よいしょ、よいしょ。スイートポテト食べちゃおう。めちゃめちゃ美味しい。そうだよね、配信めっちゃ久しぶりやんな。1週間経つのが早い。でもさ、ダイエット中でして、あもう唐揚げが食べたくて仕方がないのよ。はい、唐揚げが食べたい。唐揚げが食べたいな。唐揚げが食べたいよ。え、マジで本当に唐揚げが食べたいんだけど、ちょっとダイエット中だから食べれないから唐揚げが食べたいって話。唐揚げが食べたいし、今月入ってからお酒も飲んでないし、はあって思いながら毎日過ごしてますわ。マジで本当に北海道でもあんま食べなかった。でもさすがにルタオのパフェは食べました。さすがにね、朝だったし。唐揚げって言っても自分で作った唐揚げは食べたいんだよね。落とさなかった？何を？あ、パフェね。よく覚えてるね、みんな。全然落とさないで食べた。今回はミレちゃんと半分こしました。まあ、半分こというか、花が食べきれなかった部分をミレちゃんが食べてくれたみたい。昨日眉毛サロン行ったからめっちゃ眉毛きれい。ね、なんか毎日自分で作ったアサイボウルと野菜スープを食べる生活をしてたらめちゃめちゃ肌きれい。甘党同盟、甘党は別にそんなラーメンに興味がない同盟。
海道で海鮮食べたんだけどさ、あんま海鮮得意じゃないからジンギスカンが食べたかったな。いつもね海鮮なんよ。やっぱみんな海鮮が好きやから当たり前なんだけど、シーンは全然いいんだけど、もうなんか海鮮が得意じゃないとやっぱね、みんなで食べるご飯とかだと、そう一食分しかさ食べる時間はなかったよ北海道。日帰りではなかったけど、朝めっちゃ早くて空港でもお店とか全然やってない時間だったから、ジンギスカン食べたかったよ。ジンギスカン好きなんだよね。ジンギスカンって癖あるからさ、みんなが食べれるわけじゃないやん。だから北海道の牧場に行ってジンギスカンバーベキューしたいっすよね。ねえ、プライベートで行くしかないけどさ、瞳ジャニーズ感得意じゃん。私普通に一般の友達行かないかな。あれ、ミネ食べるよ。なっちゃんってどうなの。なっちゃん牛肉あんま得意じゃないからさ、そう考えるとさ、牛肉食べれなかったらさ、みんなで焼肉とか言った時しんどいね。ジンギスカン、北海道のジンギスカン食べたいな。ミネちゃんはジンギスカン食べれた気がする。確かね、昔よりは食べれるようになったけどさ、みんなが牡蠣にキャーとか言ってる時にさ、キャーって言えないからさ、私はコーンバターにキャーって言ってた。
キラリがあんま牡蠣得意じゃないらしくて、私とキラリだけ食べなかったけど、意外じゃない？ひいさやなっちゃんはもうわぁ信じられない、手にファンデーションついたまま服装ちょっと脇につくとかありえる？ありえなさすぎ、背中描こうとしたら脇にファンデーションついたんだけど最悪、手の方にファンデーション置いてたから通過するときに脇に、最悪。あれ、眉毛描くやつがない。あった、え、脇についたのショックだな。眉毛描きやすい眉毛サロン行った後だった。なんか今まで自分で脱色とかしてたんだけどさ、眉毛サロンで今やってもらってて全然違うよね。
なんかもうネイルもね、めっちゃ今シンプルなのに負担してる。ちょっと次のさ、ライブ沖縄の前に一回変えようと思って、それまで特にまああるっちゃあるけど何もないから一旦ね。北海道さ、自分でさ旅行で行くとしたらさ、回りたいところが多すぎて普通に一回の旅行で全部回れなそう。普通に広すぎるよ。もう運転できなきゃさ、しんどいよね結構。運転できる友達を連れてく自分で運転できるようになる気はないんかいって話なんですけど。いや、一人当てはいるよ。もう二人いるわ。一人はもうマジマブ。昨日もなんか謎に松葉とネイルの間でも会ってた友達で、もう一人は妹。妹よくない？こき使う。ご飯代出すからね。妹がよくない？友達だとさ、ちょっと遠慮するやん。ごめんね、本当にみたいな。まあしないけど、するような友達ではないんだけど。 Thank you, thank you って言っちゃう。最高も最悪。エスミレノやな。エスミレノ様いないです。運転してください。え、できるよね、確かレノちゃんって。かっこいい。
かできた気がする。私も運転できるようになったらさ、誰かから頼られるかな。ワンピースですね。今見てます。ついにやってきました、ドフラミンゴのところに。まだ入りたて。ドフラミンゴの特に入りたてみたいな。なんだっけ、その前イン、なんだっけ、イ、忘れちゃった。結構進んだ、本当？結構見たかも。でも北海道の移動時間とかで見進めたりしたしな。北海道の日さ、朝早くてさ、まず眠いやん。で、次の日も早朝便で移動でそのまま仕事、私はある人だったからめっちゃ眠くて、もうずっと眠いわーみたいな感じだったんだけど、その次も、その次の日があれか、乗り捨ての日だったのか。からもう、あの配信でも、配信あのあれでも言ってたんですけど、ラジオの本編の方でも言ってたんですけど、ずーっと眠かったですね今週は。寝ても寝ても寝足りない現象を起きてた。生放送楽しかった。あんな初っ端から生放送って感じのミスをミレイちゃんがしたのも最高だったね。いや、あれみんな待ってたみたいなとこあるもん。さすがやで。
そろそろ髪の毛に取り掛かり、深夜ピザさすがにちょっといかついなって思って持って帰りました。全然余裕で間に合うよ、ヘアセット5分あれば行けますよ、私のヘアセット。髪短いからね。ではではでは、お待ちしてます。あと7分、5分以上あるやん、なんでそういうこと言うの。起こさないで、みんなマネージャーさんじゃないでしょ。マネージャーさんにいつもせかされてるんだから、マイペースすぎて。間に合いますよ、花井さんって言いながらメイクしてる人、大丈夫ですよって任してくださいって、何だろうって言われてる。大丈夫です、大丈夫です、マネージャーさんになんないで、マネージャーさんはマネージャーさんだけでいいわ。はい、では皆さん、鈴木からの援護来たので、じゃあねー。